虎牢关前，刘关张与吕布杀的天昏地暗，风云为之变色。この欲を阻もうとは、とっとと死ぬがよい。呂布、あなたが持っている三国志を渡しなさい。はあ、できるものならやってみるがよい。青龍偃月刀、上飛参上。兄貴、この呂布はどうしても分からぬ。まずは奴を片付けることが先決だ。タップして援助合体技を発動。乱世英傑。まずい、呂布の実力が上がった。強すぎ。敵を破れる策があります。よし、やってやろうじゃないか。天地を切る。激戦の中の爆発によって少年は重傷を負った。お前ら、これを何をためらっているんだ。やれ。星稜の続兵をタップして戦闘を開始してください。助けてくれて本当にありがとう。私は孫昌光、主将に向く、うん、一緒に行こう。戻るをタップしてください。え、ホレン氏のやつ。召喚台のところに。召喚台では無昇級召喚を行えば初回は無料です。この特典をご利用ください。ここよ。え、彼はね、道すがら私が助けてあげたのよ。落ち合えたのだから。将軍、私を陣容に加えてください。さっきこれを拾ったの。三国志の残。クエストに戻って古老館に向けて進みましょう。私たちの力を知らしめてあげましょう。朝廷は党大使と各地で反乱。誰がガキですって。十八路諸侯の孫権。党大使の敵はこの長領の敵。なめるな。この歌はどう。我に続け。そう、猛毒神竜にいたのでは。英気神速。下将はどこだ。殿を守れ。タップして小兵器突撃を発動。小兵器突撃。天下は我のものだ。知性の脳神、乱世の寛容。長領将軍は一斉に。大使と小将軍には大きなご恩がある。閣下、多言することなかれ。ではこれにて。将軍、こちらに宝箱が一つあります。将軍、末将宿宿友は高烈攻撃を得意としているの。すぐに編成しましょう。将軍、
厳選した武経験書をタップすると武将をレベルアップできます。私たちに戦わせてください。先方として古老館を攻略する者はおらぬか。将軍、こちらはステージ宝箱。将軍、私たちの素材は武将をランクアップさせ。将軍、ランクアップすると実力が大幅にアップします。ランクアップの素材はワンタップです。ランクアップ素材は全て装備しました。これで将軍、ランクアップして実力が大きく増えました。古老館に急ぎましょう。おい、お前たち、どこへ行くのだ。この先は我ら海遊将軍の軍営だ。すぐに立ち去れ。
炎章が平凡な吸気兵を差し向けてきただろ。この火竜も見くびられたものだな。この顔の三国の未来は私が救う。ザコメ引け。酒を温めている間に関羽は火竜を倒した。竜皇叔、また会ったね。肝心炎の棟梁、光純君。私を止められるか、試してみろ。肝心炎はこんなものか。少年、将軍、タップして、ステージ宝箱、新しい武将及び合体技兵符を獲得しました。見ていきましょう。タップして、猛核を出陣させてください。将軍、先ほど獲得した合体技兵符を覚醒させましょう。兵符が覚醒すると合体技スキルを装備できます。100万の諸侯連合軍、狼藉を働く賛成。張飛、少年、我らも助太刀するぞ。五郎館前、新昌殿と。将軍、おめでとうございます。新昌殿が解放されました。見てみましょう。今何が起こったの？我が輩は水鏡先生。どうして？後でわかる。
今はお前を新商殿では名将の生涯を体験できます。将軍、任務リストをタップすると情報を確認できます。よし、タケ軍でこのような気概のあるヒーローに出くわすとは思っていなかった。名は何と申す？すまぬが、最高級の渡航士を頼む。誰か来てくれ！騒いでる奴がいるぞ！これは誤解だった。誤っていい人を責めておった。すまぬが、良い肉をくれ。これ少年英傑が集まり、豪気に桃園の誓いを結んだ。